玄光寺を立てて両仏を暗示すること第23今は昔貧奪天皇の御世に高知の国泉の氷の前の海の沖に楽器の音あり章のこと笛 金のこと、空ごらの音のごとし、また、イカの振動の音のごとし、また、光あり、日の初めていずるがごとし、昼は鳴り、夜は輝く、しかも、ひむがしをさして流れゆく、 その時に、文部のやすのという人あり、このことを天皇にそうする。天皇、あえて信じたまわず。叱れば、きさきに申す。きさき、これを聞きて、すのに仰せてのたまわく。 汝ゆきてかの光のところを見るべし」と「巣の仰せを受けたまわりてゆきて見るに菊がごとくに光あり」「船に乗りこぎゆきてみれば大きなる楠のノ海の上に浮かびてあり」 その木にあらわに光あり、帰りてそのよしを申しき、これ定めて両目ならむ、この木をもって仏の像を作りたまうべし、と、木き、 これを聞きて仰せてのたまわく速やかにもうすごとくに仏の像に作るべしとすの仰せを承りて喜びて蘇我の近江に仰せて 池の辺のあたひたという人をもって、仏菩薩三体の像を作らしめて、豊ら寺に安示せり、もろもろの人、猛出て、苦行苦用時、奉ること、限りなし。 しかる間、守屋の近江、キサキに申していわく、おおよそ仏の像を国のうちに置くべからず、遠く捨てされ、と、キサこれを聞きて、すのに、 たてまつれ「としかればすの池のべの下を使いとしてその時に守屋の近江火を放ちて銅を焼き仏をば取りて難波の堀江に流しつ しかれどもこの仏は稲の中に隠したれば知らず森やの近江すのをせめていわく今国に災いの起こることは隣の国のマロどド神を国のうちにおけるゆえなり 早くマロード神の像を取り出して豊の国に捨て流すべきなり」としかれども素の孤児してこの仏を取り出さずして闇ぬその後 森屋謀反の心ありて暇をうかがいて王位を傾けむとす天つかみ国つかみの罪をこうぶりて陽明天皇の御世に森屋ついに打たれぬその後この仏の像を 取り出したてまつりて世に伝われり今吉野の氷健康に暗示したてまつるその時に仏光を放ちたまえり阿弥陀の像これなり かに稲の中に隠したれば、剣行しよば、ひそ寺とは言うなりけりとなむ、語り伝えたるとや、